タン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 は、主に少人数編成のサンバであるパゴージで、用いられるパーカッションの一つである。また、MPB やボサノバなど他のブラジル音楽で演奏されることも多い。12から14インチぐらい、長さが1メートルほどのずんどの片面太鼓銅の材質はアルミ、あるいはウッドシェルにニスなどでコーティングしたものが多い。なお、 タンタンよりもやや小さい10から12インチで50から60センチメートル程度のものは一般的にヘボロと呼ばれる。画面にはヘッドが貼られるがナイロン製のものまた一般的にナパヘッドと言われる合皮製のものがよく使われる。楽器の持ち方は立って演奏する場合はタラバルチと呼ぶストラップで肩からタンタンを横に吊るし椅子などに座って演奏する場合は 膝の上に乗せて聞き手でない方の腕であや抱えるような形で演奏する。聞き手は素手で画面を叩き、もう片方の手は銅にアクセントを加えて演奏する。その場合、片方の手の指には指輪をして銅を叩くことも多い。基本的なリズムは二拍子で、鋭と同じ役割を果たす。ただし鋭との相違点は、鋭が大勢の人数のサンバパレードやステージなど室外で、 演奏する楽器として生まれた楽器であり、両面ヘッドでマセタを使うために大きな音になるのに、対し、タンタンは家の裏庭や室内などで限られた人数で演奏するために発生した楽器であり、片面ヘッドを素手で叩くことで、鋭よりやや音量が低減されるような仕様となっている。ただし絶対的に、鋭が室外で、タンタンが室内と限定されているものではなく、 TPO によって様々な使い方がされる。また、鋭と淡々を併用して演奏する場合も多い。なお、MPB やボサノバなど、サンバ以外で演奏する場合、弾き手でない方の手は、ドラムセットで使うブラシのスティックを使用して演奏する、ことなどもある。丸みを帯びた、温かい音色が特徴。ありがとうございます。